いい感じじゃない？煙が。あ、煙だ。コーナーをいたします。ママからでいいですか？じゃあるっちゃん、お誕生日おめでとうございます。ママからです。るっちゃんの大好きなものいっぱい詰め込んでみました。リアル見せて。消しゴムは必需品でしょ、壊すから。うさげなグミ、拍手。今日さ、体に悪そうなグミ食べてるからさ、良さそうなグミを買ったわけです。こういうね、島根県産のブドウとか、あと消しゴム、消しゴム4個、いつも学校で四つ割りにするでしょ。でなくすでしょ。だから困らないように。これ鹿児島の。鹿児島なの？よかった。はい、以上です。はい、ではゆうかさんから。はい、見てる。ありがとうございます。高橋でーす。ラッピングなし。はい。ラムネと蒲焼きさん、キャベツ太郎と、あるみたいじゃない。でもおかしい。おかしい。みんな考えること会社なんだけど。ママとさんの思考回路が一緒だったんだけど。グミ。グミ。これは？ガム。これ。これガム？キャンディーだって。キャンディー。あれサナ、でももっと高いのなんじゃなかった？高いよ。高いし、ユーカオに比べて高いじゃん。どう？歯に詰まる。歯磨きをしましょうね。以上、あの物はこの消しゴムだけでした。あとは全部お菓子。東京。アルくんのおすすめのスイーツを
はるくんは何の本が好きですか？読み教育。お姉ちゃんたちの好きなところはどこですか？はい、質問コーナー、これで終わります。はい、はるくんの今日は8歳の誕生日のはい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。アル君どんな8歳になりたい？普通の8歳。普通の8歳ってどんなの？あの普通に生活してまあ元気で言えたらいいかな。病気をしないように、怪我をしないようにだね。はい、8歳で楽しくいきましょう。はい、じゃあ今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もじゃあまた次の動画で、次はナナちゃんの誕生日になりますよ。